皆さんこんにちは、太郎です。本日は11月18日土曜日です。はい、ということでね、まあ、毎週毎週ね、土日になると姑息にね、小賢しくトラクターに乗ってくる太郎でありますが、はい、そうですね、そうです。理由はいつも言ってる通りでありますけれども、本日もですね、はい、このトラクター MZ555 に乗ってまいりまして、今日も、はい、そう、耕作放棄地やってまいりました。でね、前回行った耕作放棄地があそこ、あの杉の木の下のになるんですけれども、まあ、綺麗にね、耕運完了したということで、次なる耕作放棄地がこちらです。ここもね、スライドモアでススキをね、いっぱい立てるところを刈りました。で、さすがにね、やっぱりもう刈り取った後寒いので、まあ、そこまで草は生えていないという状況ですが、まあ、これをね、さらにね、閉じ込めるために今日はね、はい、いつも通りこの MZ555 で耕運していこうと思います。それでは早速やってまいりましょう。はい、クラッチを押して、はい、ロー、はい、よいしょっと、はい、ロータリー回してっと。で、まだあぜ道の上ですので、とりあえず補助に入りましょっと。ワンタッチ耕運モードをね、押し忘れず、これの押し忘れたらね、そのまんまね、ポンパ沈めたほど耕運しちゃいますのでね、大変です。よいしょっと。はい、でここね、もう溝があるので、先にちょっと転落防止も含めて、この先溝のところはね、耕運しちゃおうかな。はい、で更新制御はね、いつも通り3です。それではやってまいります。よいしょっと、下ろしてっと。はい、レッツゴー。はい、いいですね。あー、やっぱ硬いですね。ダッシングしましたね。あー、いいぐらい、いいぐらい。まあそこまでね、深くしなくてもいいでしょう。まあなんて言ったってね、自分家の田んぼじゃないのでね、はい、ちょっとね、上っ面をなぜれればそれでいいかなと、もうそういう気持ちでありますが、 PTO 変速は1です。よいしょっと。よーし。ねえ、もはやね、開拓なのか畑を耕しているのか、まあね、もうそれも微妙ではありますけれども、まあ、私はね、開拓と思っております。耕作放棄地ですからね。よし、はい、ということでこんな感じでね。でここはね、まあ、作付けはされてないんですけれどもね、あの地主さんがしっかり耕運されてますね。はい、後ろはこんな感じ。まあ、すき込むとまではいきませんが、まあいい感じでひっくり返されてるかな、そんな印象であります。ねえ、まあ、ところで話は変わりますけれども、三菱から気になる作業機出ましたね。見ましたか、草薙。なんていうんですかね、ディスクです、ディスク。あれ、なんていうのか、ディスクプラウ、なんていうの、プラウじゃないな。まあ、ディスク、ショートディスク、なんていうのかな、ディスク。耕運するやつですね、ディスクロータリー。あれが、まあ、なんで気になるかという言いますと、まあ、ディスクってね、本当今はイメージですと、ね、えもうどでかい農家さんが持ってるあのね、ニューフォマッセ、ジョンディア、まあ、M7、まあ、あとジャパンとかね、5シリーズとか、そんな感じの、そのどでかいトラクターで使うイメージのディスクだったんですが、それがね、まあ、ボリュームゾーンでしょうね、田んぼ農家で言えば、4、50馬力の。トラクターでも扱えるよと、4、50馬力のトラクターって言っても、このね MZ のようなちょっと大きい車格じゃなくて、まあ、私の家にあるね SL のような、そのなんていうかな、もっとザ40、50、60馬力あたりをカバーするようなトラクターでね、はい、使える、そういったね、はい、ディスクはね登場したようです。ね、見た感じ、菅野のスタブルやニプロのスピードカルチェね、ああいったのよりなんか綺麗にやってるような見た目
だったのでね、三菱のね YouTube で見れますが、いいなと思いました。もうただただいいなと思いました。実はね、今年夏の展示会とかでね、あの宮崎経済連がやってた展示会とかで、あれ着てたような気がするんですよね。うわー、現物だと思って見てたんですよね。あー、いやー、かなり早いんだろうな。私もね、ロータリーって全然あの重視してないというか、まあとりあえず土がほぐれればいいだろうと、まあその後どうせ波浪しますからね。あ、田んぼの話で言えば波浪で、ちょっとね水入れて波浪で滑らかにするので、まあそこまでね、なんだろう、綺麗な作業というか、あの畑のようにね綺麗にするようなことをね全く重視してないんですよね。まあなので、そんなね性格の私にもね、すごくマッチするなぁと思うね、そういった作業機でした。見ててね気持ちが良かったですね。さすがにちょっとこういうところだと硬すぎてディスク入らないんじゃないかなと思うんですけれども、こういった作付けされてないところね、どうなんでしょうね。工作放棄地みたいなところで使えれば、もうね、開拓スピードもすごく上がるんでしょうね。あ、ちなみに今日もですね、はい、ちょっと時間の都合上、このね、この補助 L 字型になってるんですけれども、あちらはね、やりません。このね、縦向きを今日はね、しっかり耕したいなと、しっかりというかね、耕したいなと思っております。で、隣接耕運はせずに、一工程開けてといった感じで、早いんでしょうね。引っ張り物ね、ただ引っ張り物にするとホイールよりやっぱりクローラーのトラク高いのかな。あとあれってスピード出さないといけないんですよね、おそらくね。出さないとなんかひっくり返る効率が低いとかなかったかな。作業スピード上げれるけどゆっくりじゃ使用できないみたいな、あ、なかったかな。ちょっと詳しくないので分かりませんが、分かる方教えてください。まあ、それを考えるとね、我々がこの住んでいる宮崎市、田んぼがね一筆一筆が狭いので、はい、今私がいるところもね野生規格、発生規格のね地域ですので、まあ、この地区は8世と一旦と規格はね2種類あるんですけれども、まあなのでね、ストレートが短い分スピードを出さないといけないっていう場合はちょっとねといった感じですね。もうだいぶ耕したなという感じですね。うんうん、いいね、いいね。いやー、気になるところです。あとね、このトラクターのエアコンね、見てもらいました。で、見てもらったらね、まあまあ重症だったみたいで、まずコンプレッサーが動いてないと、プラスね、ガスもないと。で、ガスがない原因がエバポレーターと、なんだろうな、リザーブタンクの間だから何か漏れているようだということでね、はい、なのでエアコンはもう使えないよというところでしたが、さすがに今日外爆風なんですよね。外爆風、さすがに冷たい風が出ますね。するよということでね、担当者さんに言われましたが、ねえ、キャビン付きトラクターでエアコンがなかったらもうそれは地獄ですのでね、はい、修理お願いしました。まあ、エアコン壊れたからって更新するわけもないですしね。
ターンはとんでもなく回っておりますが、元気ですので、何時間だったかな、4480とね、まあまあ回ってますけれども、全くなんだろうな、まあなんだろうな、このハンドルのガタとかね、そういうのでははありますけど、機関的には全く衰えを感じないというかね、はい、そんなトラクターですので更新する理由もないですよね。まあ、ましてやもう更新するならちょっと S、 この MZ クラスはもういいかなとも、あの必要ないかなと。実際何がいいかって、MZ はね、はい、コンバインですね、あのトレーラー用意としてはすごくね、あとこの冬場のね、幸運すごくね、重宝するというか、もうやっぱりパワーが違いますのでね、そういったところではあるんですけれども、まあ SM1 台でできないかと言われると、まあできないこともないなというところでね、まあそういった、あ別にだからほかすとかいう意味ではないですよ、処分はしませんけれども、なんだろうな、まあ SL がだいぶね、守備範囲が広いというか、我々の地域ですと SL ぐらいがちょうどいいんですよね、大きすぎず、ちっちゃすぎず、そういったところであります。まあ、ただこのね、圧倒的なパワー感はね、この MZ の方があるのでいいかな。これが本当あのね、100馬力クラスとかその上の外車のようなやつになるとすごいでしょうね。あ、間違った、入るとこ、どうだろう、ちょっとね、私の肉眼ではだいぶ綺麗になってるのが分かるんですけれども、ちょっとカメラ越しだと分かりづらいかな。ここね、結構傾斜もしてるし、まあ、イノシシの影響でクレーターもあったりとね、はい、このようにね、混ぜられてはいるんですけれども、なんだろうな、ちょっと浅めでやってるので更新制御は3、ちょっとなんかな、興奮したぞって感じには見えないですね。どうかな、どうかな、見えなくはないんですけれども、カメラ越しだとどうだろう。でも前回の大阪放棄地よりはなんかやってるぞって感じは少ないですね。やっぱりここの方が放棄歴が長いのかな。まあ、繰り返してればね、そのうちまあそれっぽくはなるんじゃないかなと思ってるんですけれども、よいしょ。あ、でも、あ、最初として全然違いますね。あ、今入ったところはなんとなくです。なんとなく草の余り方が多かったのでなんとなく入りましたが、どうですか、こう視点を遠くに見るとあれと思うけど、ちょっと近くに視点をね、このように寄せてみると混ぜられてるように私は感じるんですけれどもまあ私の所感ではありますが、ただまあ2回目通るとさすがに興奮した感は出ますね。うん、ですね、ですね、でね、一服時間も稼げるでしょう、草が伸びるまでの。まあ、なんてったってね、獅子が来ますのでね、困る。ちょっとね、考えるだけで、まあね、脳内で実験するだけでね、やりはしないですけれども、ハローで浅く、超高回転で浅くするのがすごい綺麗になるんじゃないかなと思ったりするんですよね、平らなところだったら。もし経験がある方は教えてください。平らじゃなかったらね、ハローが長いだけだからやるだけ無駄かなと思うんですけれども、結構ね、平らにできてる補助なら、そ
車でかけたんですよね。そしたらね、落ちかけました。ズルって言ってね、土が柔らかくて、なので端っこは攻めすぎない。まあ今はね、地面濡れてないんで大丈夫なんですけれども、このね、端にはゆとりを持ってます。でね、こちらが私の家の田んぼということで、周りの耕作放棄地がなくなってね、すっきりですね。うん、奥も綺麗。ここから見るとね、もう誰かの畑かな、田んぼかなという感じですね。耕してよかった。後ろもいい感じ、いい感じですね。ここはなんか耕した感が出てますね。あー、ここイノシシ来てるな、ほらね、泥がひっくり返されてる。ひっくり返されてるな。違いますね。白鷺連中はいませんが、なんかちっちゃい鳥がいるな、小鳥が。なんか分かってるのかもですね。ここ土地的にちょっと高いんですよ、ね、だから湿気がねありません。この前やったあそこの杉の木の下のところはまあまあ低いんで、結構ね湿気あったんですけれども、冬眠中のカエルもねいっぱい出てきて食べられてましたが、ここはカエルはいないのかな。もしくは今日爆風なのでね、外がなかなか大きな鳥は来づらいのかな。もし向こうの山から来れたとしてもね、なかなか帰れないですもんね。いやー、いい天気だ。やっぱりたまにトラクターに乗るのは楽しいですね。たまに乗るのは、しょっちゅう乗ると疲れますけれども、よし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 、だいたい往復して終わりだな。出る作業、昨日ねちょっと見てくださってる方は分かるかと思いますが、ハウス今一生懸命つるおろしを始めるためにつるを上げてます。つるおろす、おろすつるをですね、なんと言いますかね、おろすつるを残すためにはね、そのつるを選んでそのね所定の場所に保持する必要があるんですけれども、その保持するというね作業がね、実は全然進んでいなくてですね、全然じゃないな、進捗6割といったところでしょうか。でね、かなり木が育ってるんで、その単純な作業なんですけど、すごくその時間がかかるんですよね。対象のツルを見つける、そしてそれをクリップで留める、それにねちょっと難儀しております。それさえ済めばね、どん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 つるおろし作業を始めていい感じにしていきたいのですが、なかなかねそれがままならないというところでね、ハウスの方はね苦慮しておりますが、いや それだったらね、こんな開拓とかせずにそっちに集中しろよと思われた方もいるかもしれませんけれども、それはですね、そういうわけにはいかない、はい、そういうわけにはいかないんです。はね、私のチャンネルの存続とね、まあ、Google 先生の、はい、AI とのね兼ね合いでねありまして、キュウリの動画ではご視聴回数がなかなか伸びずにね、オワコン化が進んでおりますが、もちろん見てくださってる方もいらっしゃいます。ありがとうございます。
ナルを守るため、そろそろね、皆さんのおすすめから私の動画が出てくる頻度が減ってきてると思います。はい。まあ、それもこれもね、Google 先生のね、さじ加減ではあるんですけれども、まあ、何がさじ加減かというと、視聴回数ですね。Google 先生も視聴回数を稼いで、そして、そこからの広告収入、まあ、YouTube プレミアムに入ってればまた別でしょうけれども、それを稼がないといけませんので、要は視聴されない動画はね、 YouTube 的には Google 的には思わしくない動画というところになっております。だからね、はい、再生されない動画というのがね、出てくるわけなんですけれども、の連鎖になるんですよね。視聴回数が稼げない、そして視聴回数が稼げないということは広告収益が減ると、はい、だからそういった動画はおすすめに表示されにくく、だんだんとなっていくということで、それが今の私のチャンネルでありますね。深刻でしょうというところでね、このね、ちっちゃい脳みそをフルに活用して週一ね、田んぼに出るという、田んぼというかね、この開拓しに出るという作戦をしてた矢先、スライドモアが行っちゃうというね、はい、それがね、今年の私の今シーズンの流れであります。もちろんね、お金を稼ぐという面で考えればね、ひたすら給料をね、扱ってた方がね、全然いいんですけれども、全然というか、はい、それがもうそれしかないんですけれどもね、この趣味のね、 YouTube のチャンネル存続のために、この昼の小一時間をね、奮闘すると、そういった感じですね、という切実な近況でしたというのを毎週言ってますね、はい。よっしゃ、これ最後の外周です。うん、いいですね、なんかいい感じになりました。よいしょ、 OKOK、 いいですね。そしてこうやってちょいちょい補助に来て、トラクターで地ならしをして、地ならしというかね、はい、トラクターで補助に入って、なんかね、人間が入っている感を醸し出すだけでも違うんじゃないかなと思うんですよね。イノシシ的には絶対ストレスでしょうから、冬場はそんなに出てこないのかな、まあ、出てきてもね、どこもサポートないですしね、あまり出てくるメリットはないか。よっしゃ、はい、ということでラストの工程。あー、いい天気。いや、ほんと爆風なんですけどね、やっぱりね、ビニールハウスの中はね、相変わらずの、はい、爆風だとちょっと隙間風が入るかな。あ、カエルだ、カエルいるんだ。じゃあなんで鳥少ないんだろう、爆風だからかな。今あの鳥はカエルを捕まえました。いやー、でもこんだけ風が吹けばな、西風なんで海はな、釣り日和なんだろうけどな、ちょっとな、作業が終わらないな、悔しいです。よしよしよし、うん、あー、なんかもうそれっぽくなりましたね、土がね。さすがに何回か通るとこうなりますね。よし、でこのまま出口から出て本日は作業を終了しようと思いますが、で最後にね、出来を見てみましょうかね、このね、よいしょ、ニュートラ、よいしょ、ロータリーオフと、よいしょ、さあ
どうでしょう。オッケー。今ね、こう風上なので全くホコリが来ません。最高です。うん、いいんじゃないでしょうかね。あ、部分的にちょっと通れてないな。これ完全に通れてないですね、この部分。うん、いい、いい。で、ここはあれですね。なかなか、書いてはいますけどって感じですね。上にはスライドモアで切ってた頃の切りくずがまだ残ってる、そんな感じです。うん、まあ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 、おおむねよろし、おおむねよろし。はい、どうでしょう。通ってますよ、ここ通ってますね。ちょっと草濃いく見えますけど通ってます。まあ浅めに描いたらこんなもんっていうことなんでしょうね。そんなにね、深めに描いても大変なので、ね、こんな硬い土地をね、はい、このイノシシ対策とはいえそんなに深く爪を入れちゃうロータリーもたまらないだろうと。あ、まあまあすれ減ってるけど、まあまあまだまだ全然いけるかな。うゴミの量はすごいですね。よしよしよし、まあそんな感じで、はい、このようにね、ボツボツとボツボツと開拓作業をね進めてまいります。まあ、もちろん合間作業になるのでちょっとね、まあ皆さんの見たいような映像ではないかもしれませんけれども、ちょっと期待した映像とは違うかなね。ちょっとここ最近はロータリー作業なので開拓というか幸運というかはい、微妙ではありますが、私はね開拓と思っておりますので、はい、それで出します。よしよし。でもね、本当ロータリーって万能ですね。うん、早い。スライドモアより全然早い。結構ねありかなと思いました。本当に工作放棄地スライドモアで、まあでも一回スライドモアで切り取った方が切れは切れでしょうね。うん、でその後ロータリーすれば、まあ、それっぽい見た目にすぐね帰れるなというのが実感としてありましたが、もしこういったところにね、さっき冒頭話したようなディスクを入れたらどうなるのかとかね、気になりますね。あ、いいな、すごい、あの引っ張り物って気になるんですけれども、まあ、もし持ってらっしゃる方いたらぜひ教えてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、うんと思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。